9時半だったのでびっくりした。もうお風呂入っちゃったのですが、まあなんとかやっていきたいと思います。そう、今日は私も一人で、昨日なんかいろんな子の配信にいたんですけど、こんばんは。あんまりマジと見ちゃダメだよ。よし。そう、もうパジャマなの。おお、なんか最近絶妙にタイミング合わんかったから見れて嬉しい。ごめん、せっかく見れたのになんかすっぴんパジャマで申し訳ないわマジで。こんばんは。いちごチョコ、わかんない、これいちごのパジャマ？これは2年ぐらい着てる気がするね。いただいたんですけど、ファンの方から。お風呂配信と聞いて、そう、お風呂上がり配信でした。正解はお風呂上がり配信でした。もうでもあの、もう顔があの薄いのでちょっとあんまり見ちゃいけないんですけど、こんぐらいの方がいいのかな。こんぐらいの方がいいかも。でもコンタクトはしてるからまだねコメントが見える。いちかちゃんが盗み聞きしてる？めっちゃちっちゃく喋ろうじゃあ。やっほーみんな。すっぴんパジャマ姿、大人っぽいけど可愛い。本当？もう目がないけど。いけてるよ。いけちゃんやんそれ。お、みほたなかちゃん最近すごい好きですね私のこと。このパジャマされ心地いいよ。ファンの方がねくれてずっと着てるこれ。大好きなジェラピケさんチーム。肌綺麗すぎ。そんなことないのよ、ありがとうね。よく見たら結構あるあるけど、そんなこの辺でね、じゃあそう、ちょっとごまかせてる。ごまかしちゃん。ブブブブ。でもお風呂上がりの方がさ、なんか髪がさ癖がないからいいんだよね。なんかストレートヘアがねからいいんだけど、ちょっとパヤパヤ毛はあるんだけど、顔がちょっと薄くてもね、あのだし汁の薄めた版ぐらいな、いつもがソースぐらいだとしたらそんぐらいになっちゃうけど、ごめんね。エンダさんも配信見に来てる。あ、エンダ何してんの。エンダさん何してんの、どこいんの、どこいんだよエンダ。昨日はねお騒がしくやりましたけど配信、あ、でも自分の配信してないけど昨日。他のメンバーの配信にばっかり行ったけど、今日は自分がしてみた。お邪魔します、どうぞ。近づきすぎたら可愛くて倒れる。ういー、そうなの。田中美、あ、いた、エンダ、エンダ壁のしといた。みおり前髪染めてた、今も染めてるよ、ピンクブラウン。あんま分かんないけど、なんかこの感じだと、あー、エンダうるさくなるから行かない。私のこの大人ゆったり配信を聞きなさい。エンダエンダ、いやチョロロロロロ。私のさ目の前にさコンビニのご飯とさお菓子がめっちゃ置いてあってさ、結構な誘惑なんだよね。なんかおやつは食べようかなと思ってんだけど、まだこの時間だからさ。でもアイス食べちゃったんだよねさっき、ちょっと悩みどころだけど結構。あ、ギフト読めてなかったですね。やっ、あっくんありがとう、矢島さんありがとう。グミもあるよいっぱい。あら、セクシー。いや、まあ大人の女性だからね、まあ任しときな。任しときな。エンダちゃんが懐きすぎてて可愛い。怒られるよ、もう。ウィーって言われる。アイスは後で載せようかな、TikTok に。なんか、チョコパリパリのやつ食べた。パリパリサンドではないんだけど。アンナちゃんパリパリサンド食べてた。ちょっと、お茶。うん、おつみほ、今日のおはようポストずっと待ってる。ちもね写真がなくってできないから、ちょっと休み、明日も休みかも。おはようポストやっぱ欲しい。いや、なんかおはようポストなんか毎日してると、なんかみんなもなんかおはようも言い飽きちゃうかなと思ってちょっと悩んでるんですけど、
まじまじと、え、3分まじまじと見ちゃった。もうちょっと見てもいいんだよ。こんばんは、やっほ。写真なくていい？本当？じゃあ今おはようってつぶやこうかな。いいの？なんか私ポストする写真はなんか自撮りじゃないやつを載せたくて、なんか人に撮ってもらった写真とか、あとなんかそう、なんかいい景色の写真とか載せたくて、そう、ちょ、自分の中のこだわりがあるから載せれなくて、 TikTok のストーリーとかはね全然毎日更新してるんで見ていただいたらいるんですけど、そう、どこかで何かしら私は何かを投稿してるので見れるんですけど、そう、いひひいひひのひひ、食べ物の写真でもいいの？そういう人いっぱいいるじゃん。ありがとね。まあね、美味しいものを共有するおはようでもまあありはありだよね。あ、ちょっと待って、ちょっとミュートしてみるね一回。帰り配信してまーす。はい。アナちゃんがチュルンチュルンで帰ってきた。チュルンチュルン。これは絶対、え、映せない、映していいの？映していいよ。うるさい、マジでうるさい。本当ダメだ、マジでやめて、やめて。チュルンチュルンアンピーが帰ってきました。あ、盛り上がってる。おい、イニちゃん。あ、やばい、名前言っちゃった、間違えた。間違えた。チュルンチュルンだね。マジで肌綺麗なんですよ、アンピーさん。でもなんか赤くなってきた。ああ、日焼けしたんかな。いや、3日連続、うん、2日連続ピークしてる。ああ、そうね。確かに。休めてるもんね、いつも。それ私もなんかここら辺、なんかプツって。え、うん、赤くなった。でもいいよね、なんかな。アンピーのお顔で滑りたい。有料です。誰誰、うん、美味しい食べ物の会の人。え、見るかい？違う、美味しいけど。あの、かき小屋とかにあるやつ。かき？函館。函館。あ、おはよう。あ、はなちゃんもつるんつるんで帰ってきた。みんなつるつるで帰ってきた。なんか。いいよ。化粧しよう。え、いいの？いいね、みんな。こんばんは。マネパカさん、ケーキありがとう。美味しデビューしちゃう。やば、え、なんかこうやってやるのは憧れ、なんか美容系 YouTuber って感じ。お姉さん、こんばんは。いい、かわいい。ありがとうございます。いいよ、嬉しいだ。僕は今日もすっぴんです。いいな、羨ましい。毎日すっぴんで、すっぴんに過ごしたい。ほんとそれいいんだけど。こっち見て、変わらんね。え、それな、見て見て見て、やばいやろ。何も変わらん。いや、それ言ったらちょっとほっぺ赤くなってくる。赤くなるのよ。いい、こっち見て、何も変わらんね。ねえ、ちょっとじゃあ何か買ってあげよう。やったー、やった、嬉しいな。やったら、それ言うと別に、かわいい、かわいい、世界、橋本さんのよりかわいい。いじめられてます、これ分かりますか皆さん。いじめて、いじめです、これいじめなんだ、いじめなんだ。こんなに褒めたの、褒めたのよいしょ。それな、みんなすっぴんでも、え、本当に私もマジ人の顔見てなんかメイクとめっちゃ変わる人みたいな、あんま分からん。マジって分からん、みんな変わんないの。確かに、マジって変わらん。え、今あんな変わると思う。変わんないよ。え、なん、ずっと可愛いだよ。うん、でもなんか綺麗さが増すぐらい、分かんない、本当に。エンダがハート送ってきてるけど、エンダ静かに。いやいや、全然いい。今はあなたも食べて。いや、本当、食べよう。食べな、食べな。これもあるから、まだ。いや、私これと結構戦ってる。食べたい。お、え、かわいい。花先生で、お揃いパジャマ。確かに質感一緒、見て。サラサラ、左肘交互に見て、右肘左肘交互見て。これどいて、マジ本当。私取れる、うん、鮭か、鮭カメラ外にしないでね、カメラ外にしたらもう、もう終わりやん、ガチ終わり。もう全部もらう、みほりんのリファやばい。
ガチ終わる。本当にやばい。今あんな服着れないんだから。え、聞きました。ここでキモいやつ言います。自分から言い出した。しっかりテカテカでもテカテカぐらいの方が時間経ってちょうどいいね。夜は私もうもう乾いてきたもん顔が。ヤホリのベッドでお弁当をぶちまけます。やったー。今アンピーと一緒寝るしこっちで。でもちょっとなんかちょっとね、何何何何ですか。両方同じくらい。うん、やっぱいいかな。ヤホリ綺麗。やったアンピー。違う、ちょっとね、ここね、出てきたばっかじゃん。そうそうだよね。ほらこれ見て、みんなの作りを机に置いてるんだよ。そうや、置いてあげたんだよ。ちょっとそうだよ、これあっちに置いてあったからね。ごめんね。えでもこれめっちゃ食べようか迷う。でもこっちもいいんだよな。わかんね。わかる。わかんね。えね、わかんの。えあのあのね、この焼きサバ食べた。あ間違えた。ああ塩サバ。でも明日食べよう。やばい、みんなが外カメを望んでるわ。おいしい。あ。コメントに外カメに変わるプログラムを打ち込んでやる。やばい、キモー。待って、今って書いてある。でも大丈夫、キモいって言われてもあの傷つかないタイプの。ショールームできんでいいですか。やばいやばいやばい。できんだね。らしいよ、かわいそう。ちゃんと服は着てますよ。うん、ちゃんと。着てないよ。着てないですよ。あ、やばい。まあ一緒にお風呂入ってきたからみんなごめん。そうだよ。やんば。やんば。もう裸の付き合いってこと。やんば。みほちゃんは言ってくれない。みほりんはなんかガードし壁がある。私恥ずかしい、なんか違う、自分も恥ずかしいけどなんか見るのも見れないから。意識してんの。意識しちゃう。AI 対象が入ってるから。まあね、キスしそうになった仲間だからね、やっぱ花ちゃんとは。 TikTok 見た、みんな。あ、やばい。 TikTok 見てね、花ちゃんの。あれがちくまいよな。マジで本当に焦ってる、ちょっとうってなってる二人とも。花ちゃん、あ、今からモナリザ。モナリザタイム。外壁しよう。うまくない。うまい。普通にうまそう。やった、外壁しよう。モナリザアンナ。若い子はって感覚か。なんだよ、なんだって、なんだって、なんだって。みほりんから放送事故が起きませんように本当に願ってる、それ。みほりん最近本性出てきてるんで、アンピー。え、はにょ。私たちにもはにょ。嬉しい。あ、嬉しい。じゃあいいか。同じ人間だった。やったね。顔赤いよって言われて、やばいやばい、熱くなってきた。ねえ、なんか暑いよね。でもこれずっと効かんのやけど、なんかついとんこれ。かわいい、顔赤いや。お酒飲んだ。今もう2本開けちゃって。くっ、あいた、いった。これでも本当に結構ガチでひっくり返したら終わり。田中美、最近小学生レベルの会話で笑ってくれるって縁だが。え、それは全然違うけど。マジで田中美が一番精神年齢低かった。え、それなん？びっくりしてる。見た目は一番大人やけど。はにゃ。でも花ちゃんみたいにそんなことを言うことはいなかったから。あ、確かに。それで笑うっていう美穂ちゃんは知らなかった。下がったってこと、精神。関わりさんが青すぎて。赤ちゃん。え、これさ、入れなくて大丈夫？え、ほんとじゃん。入れて。おっそ。大丈夫かな。まあ、あの協調性、やっぱ周りに合わせていく。ごめん、合わせてしまった。無理してるよな。あ、みほちゃん、そうやって思ってたんだ。今日、ごめんなさいドステップとか言い出したから。ごめんなさいドステップとか言い出したから。ごめんなさいドステップってね、ネタあるやん。やっぱり、おかしいわ。もう一個あったよな、なんかそれ思いつかんかったみたいに言ってくれた。忘れた。なんかあったよな。罠やって言ったら、罠テイクピクチャーって20歌い出した。いいやろ。楽しいね。すごすぎる。天才ってことだね。
ちょっとお姉さん言われ放題やな、本当な、それな。それな、おかしくない？おかしいよね、立場逆転してない、ね、逆転してるよ、おさえさえで、やばくない？私とお姉ちゃん何探してんの、あんた。え、くし、何くし、どんなくし、怖い、これの、あ、待って、あった、あった、おい、それかい、あら、夜勤に備えて仮眠します、えらい、頑張れ、頑張って、田中疲れてるってやめて、疲れてないです、正直言うと楽しすぎて夜も眠れない、朝も起きれない無視すんな無視すんなよ、楽しそうひどい、今や、今や、今ややめて、本当に私にはね、外カメにするっていう武器があるからね、みんな覚えてきな、私は噛んで悪いこと、はい、怒っとる、はなちゃん、これも食べないかし、これも食べないかし、これも食べないかよ、そうやで、田中身に近づいてるからえ、本当に最近すごい、最近ね、最近すごい、うん、ちゃんと食べてる、めっちゃ身長伸びてきた、ね、いいな、なんでマジマジ見たらいけないんですか、ちょっとこの辺が薄めなんで、こんぐらいで行け行けって言われてるから行っていいかな、行ける行ける行ける、いやなんかやばいよ、やばいよ、周りが、周りがやばい、これがやばい、アンナちゃんがなんか囲まれてるから、やっぱオーラに、それなオーラがいっぱい出てるから無理なんだよね、いろんなオーラがみんなが出せないようなオーラ、やばい、外カメにしてくれたらタワー投げますやばい、やばいやばいやばい、やばい、よし早速パパさん、マネママ、やばすぎる、マネパパさんや、ダメよみんな、甘い、構えてる構えてる、でもやばいと思う、でも怖いもん、絶対これやばいと思う、だってこのカメラって広角だからどこまで映るか分かんないの、だからもうやばい、やばいの、ねえそこなんで、どこ押さえるの、ハナが一番おとなしい引いてきた、やばい、やばい、やばいよ、やばい、最年少引かしてしまった、初お泊まりやから、やばい、タワー2本投げます、いにちゃん、え、やばい、それはやばいでしょ、ダメだろ、ダメです、じゃあ片付けるわ、あ、そうだね、片付けて向けますって、ダメやろ、ダメやろ、えだってタワー3本来るじゃんやばすぎる、誕生日、誕生日かな、やばすぎる、ダメよ、みんな、その甘い、ダメダメ、ダメ、じゃ同じこと言ってる人いるよ、誰？え、私たちのパパ。福岡のパパ。タワー何本で外カメってそっちから交渉してくれるんだね。部屋汚いの全裸ってエンダが言ってるわ。どっちも違います実は。ごめん、鼻全裸。じゃあ二人のやばいぬぬぬぬぬぬ気になって眠れないや、かわいそう、そのなんか今からお仕事なのに寝ようとしてるのにこんなこと会話して、こんな会話で起こさせてる、そんなしょうもないから、しょうもなすぎる、マジで何の役にも立たへん、今後でそれなダメです、無理です、あ、ごめんなさい、本当にこれはダメだから、だっていろいろあれも映っちゃいけないもん、それな一番いかん、やばい、賠償金だから私はね、あ、円田が来た、なんか気になる、何、え、全然大丈夫なんだよ実は、え、全然大丈夫じゃん、そうだよ、そうだよ、みんな大場目に言ってるから、え、なんか冷房のさ温度低くね、心配、え、でもなんか全然、あたりの体調が全然ね涼しくならんしね、食べに、そうなの、円田、お風呂は、え、そう言ってないんだよね、あ、OK、行きな、小顔、あ、でも配信すんのか、したよ、したあ、したんだ、え、だからその外に行こうと思ったらなんかでっかい雲がいるらしいから、あー、え、倒してきたの、だから、外歩きに来たんだ、ちょん、エンダ手鏡持って、やばい、スクショした今一瞬、まあ、ぎっくり腰普通になんかみんながね外カメにしたらタワー投げるとか言い出してね、え、だからさ見てたよダメだろ、外カメにしたら何があんの、何もなくない、まあ、アンナちゃんのサービスショット的な、え、普通じゃない、え、そんな開けようとしてるから、え、そんなえ、そんな私の方が全然あれだけど、ほら、だってボタンついてないんだもん、
え、ついてないの？え、ボタン取れたんだよね、ここの。寝だめだって。寝だめだって、怖すぎる。マジダメ、マジダメ、マジダメ。ちょっと事件が起きた。起きてない、起きてない。起きてないけど、私があの、やばい、だから私さ、言ったのさっき。みほりんの配信は騒いじゃうから行かないって言ったのに、意志弱いから来ちゃった。90デシベル。90デシベル出た。出ちゃったらしい。で、外側に何があるのさ。え、まさか違うよね。ここの、ここ空いてるの、ここ空いてんだって、うん、ここに店に来た、この。やばい。試しに外側にしようか、みんな。おー、いい音。え、めっちゃ汚いね、ここからの景色。ねえ、小泉炭酸飲まさない。もう全部がき。ねえ。あ、もう待って、なんで、なんでね、本当に炭酸禁止で出してあいつ。あ、え、待って、私自販機行きたいんだけど、どこにある？え、そそこだけど怖いよ。怖いよ、外だから怖いよ、暗いよ。風呂空いてるか見てくるかな。あ、え、うん、メイドしよう。あ、え、お風呂、待って、し、いい、あ、やばい、ちょっとブス、あ、こんぐらいにしとこう。アンピいいの？いいらしい。余裕やんけ。でもちょっとなんか色っぽいからダメ。どこがだよ。甘いな、お前ら。あ、ちょっといちかいちか、いちか色気のなゼロやけど。いや、全然やっぱ色っぽい曲歌ってるから。あー、確かに。確かに、ごめそう。全然色っぽくない。ごめそう。ねで通じ合うって、通じ合ってる。色っぽいからね、ちーちゃんは。あ、ちーちゃんが。ちーちゃん。うるさい、うるさい、うるさい。どこがだよ。やばい、普通にあの、ミス、これしろそうになった今。おどこがだよってみんな言ってるやん。おやすみほおやすみほー。ソノザの声量だけどうにかできる。いや、本当にね、あのね、配信見てたけど、うん、配信、なんか、こっちでうわーって聞こえて、え、誰の声と思ったら配信でもギャーって言ってるから、うん、あ、そんな、やばいの、ソノザの声だ。This is me now。 何？訳して早く。ん、これは私です。え、合ってる。演者さんが外カメチャンスしそう。あかんで、あかんで。何？じゃあまあもうね、みんなね、アイランドの今から夜食食べるからね、みんな。何食べる今日？私も食べてる。これこれ全部全部全部だから、ね、私もアイス食べたかった。え、それな、でも溶けちゃうからね。そう、さっきみんながアイス食べてたけど、あとで話そうね。よしよし。大丈夫、みんな心配しないで。痛い、肩痛い。もう、お腹痛い、肩が痛い。もうさ、何も起こってないよ、みんな。今こそ外カメだよね、本当に思うよ、そうは。辛いです、私も。みんな、もう本当にさ。まあ、悪いのは、あいつ。マジあいつやばい。マジあいつやばい。アンピになるやん。やばい、ね、アンピになすりつけない、そうやって。いないよ、この部屋には誰も。そうだよ、大丈夫、みんな安心して。本当にあの声量、え、そう、本当にうるさかった、さっき。いい加減して。うるさかったよね。いい加減にしよう、美穂。こっちにするよ。パー。
ねえ、違う、本当に大丈夫だよ、本当に心配しないで、本当にごめんね、ごめん、ちょっと人倒れた今、外で、違うから、本当にうるさくしたから焦っちゃっただけ、みんな、やばい、あの、ごめんね。で、これ、この髪の毛を私は夜食に食べるから、いいよ、いいの、そういうことして、うん、いいよね、いいよ、ちょっと静かにしないと、そろそろ人来るよ、本当だよ、だよ、何しよう、説教しに来るよ、本当に田中ちょっとうるさいわ、社長に言われるよ、田中、田中、なんかちょっとさ、うるさいよ、全部私は注意したんですけどって、はい、あ、やばいよ、やばい、ほんとに怒られる、やばい、やばい、はい、ミュートしようとか言ってリータね、違うよ、リータだよ、これうるさかったんで、うるさすぎて、まだ来たばっかり、うるさすぎてちょっとダメでした、やばい、普通説教じゃないよ、大丈夫でした、うん、でも静かにした方がいいはいいから、下まで聞こえてるよ、田中って言われて、田中の声やばいよって言われて、田中って言われて、おい、これは田中じゃないから、田中の、もしやらかしてた、田中の声量やばい、なんかもうちょっと考えてほしい、泣く、私は注意したんですけど、注意の声が大きくなってしまって、辛かったね、田中、辛かったね、お前どうしたん、美穂が座る、え、嘘、なんで、でもここの Wi-Fi が弱いだけじゃん、辛いな、どうしたん、泣かないでいじめられてます、全部田中のせい、全部田中やな私は注意したんですよ、最初から止めてたんですけど、やっぱり田中が悪いんだじゃねえぞお、安否に聞くろ、この人、田中やねん、田中の配信やもん、これ確かに責任がある、田中、ひどい配信だ、配信者だったら、最近今の調査の時じゃない何、バイ社長やめろ、くそ、うん、やめろ、あたー、何今の合ってる、なんか映すよ、え、いいんだ、横にいるみたいじゃん、そっちやばい、そっちやばい、え、何がやばいの、私が許せない、普通になんか何か映り込む、あれも映りそう、散らかってるっていうだけ、服がなんだそれもね、散らかってるってだけだよね、ここら辺に来てくれれば全然映すけど、ごちそうさまでした、おい、ごちそうさま、全然食べてないじゃん、それでごちそうさまとか言っていいのか、いや、もう一個あるから、いや、もう5個ぐらいあるから、ご飯、そうそうそう、食べようね、うん、食べる、っていうことで、え、何、やばい、ごめんね、待って、ごめんね、おねうね、じゃん、おねうねじゃなくて、ちょっとお腹空いてきたから、何食べる、ね、私は、間違えた、危ないね、危ないよね、危ない危ない、危ない危ない、何、じゃあ、そろそろ終わりと思います、うん、とか言うピースクショタイムだけしたとか、アンピー、インピー、できたいと思います。はい。ダメ。ダメなんだ。1位だよね、ソノダが。ソノダ結構投げたよ今日。くっそー。負けてる。ない。じゃあ21位から読んで。あ、20、なんで？21位から読んで。21位。円田さん、おめでとうございます。ありがとうございます。飛ばして。飛ばす。怖ー。ママ。13位。おうちさん。ありがとう。12位。グレン。ちゃちゃちゃ。違う。ベニ。なんて読むのこれ。ベニショウガさんでいこう。
ペニスオガさん絶対違う。11位鍋猫ピロリさん、10位エレメンツ、9位シナさん、8位アクン、7位竹バトルさん、6位クマネパパさん、5位ナナクさん、4位デサイズハートさん、3位ヤジウマさん、2位ジトクさん、1位引きこもらさんでした。リアルアンピアンピ聞けた。なんかひふるまつさんから一言いただいたら、じゃあ最後に。そうですね、じゃあ配信終わりになるんですけど、お願いします。なんか反省をお願いします。いや、じゃあまとめ、今日一日のまとめをお願いします。反省まとめてもらっていい？はい、やばいやばいぞ。トキ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 、外亀ちゃん、外亀ちゃん好きるよ、外亀ちゃん。顔出しなしやな。いやでもなんか映りそうやもん君。えっ、あーつるつるちゃん、なしやな、しだって。はい、おやすみほ ね、 お、 ねんおやすみほね、おやすみほね、おやすみほビービーバイバイということで、はななのつるつるが映りました。ありがとうございました。つるつる卵だ、本当に肌が綺麗な卵たちばっかり。アンピーでした。田中美穂とパイピー、パイピーエンダとフルマツバナナでした。バナナでした、ありがとうございました。終わった。